どうも、こだまるです。きたろです。今日はエナイフにいろいろ動きがあったので、そちらの話をしていきます。まずエナイフといえば、そのハイブがエナイフ所属のビリーフラボを完全子会社化するっていうニュースが発表されたね。ね、なんかあれだよね、ほんとさ、アイランドの時からハイブと CJ がやるよみたいなさ、まあそういう延長線上で、そのまま事務所もそういう感じだったけどさ、まあっていうのもキータロさんあんま知らんかったわけだけど知らんかったわけだけどちょっとこの収録前の雑談でね、いろいろね、あ、そうだったんだみたいなそんなん知らんかったん、キータロさんぐらいやでって言っていや、俺さ、アイランドもさ、そもそもほら、粉丸に布教されて、もう駆け込み2日で見た男だからさ、うん、まあ、背景とか知らんくて。そもそもね、いろいろ。そうそう、申し訳ない。あんま仕組みあんま分かってなかったけど、確か言われてみればそうだよね。うん。だし、作品自体にさ、その、ハイブミがめっちゃ強かったじゃん。作品が結構ハイブミ強かったもんね、今まで。あ、そう。そう、コンセプトとか一貫して、みたいな感じだったからね。うん、そう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 。だから、でも確かに、アユネクがさ、やっぱり、アイランド2やるよって言ってさ、全然やらんくて、なんか1、2年経ち、うん。結局アユネクストになって、なんかなんなら CJ じゃなくなるってなった時点で、なんだろうみたいな感じだったじゃん。なんか CJ の事務所なのに、うん、CJ とハイブの事務所なのに、なんでなんだろうなと思ってたんよ。そもそも。うんうんうん。でも結局、だからかみたいな、そういう動きがあったから、別でやりましょうみたいなやつだったんだって、やっと腑に落ちたわ。ねえ、だって確かにちょっと前にさ、なんか出たニュースで、アイランド2のさ、結構詳細とか発表されたけど、え、なんで CJ がとか、なんかいろいろなんかもうざわついとったもんね。そう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 。CJ だけだもんね、アイランド2ね。本当に。そうそうそう。いや、そうなん。でもなんかさ、かといって、なんか今までの作品が、もうほんとハイブミさっきも言ったけど強いから、うん、まあなんか別に、しかもさ、結構株を全部 CJ からもう半分以上あったやつを全部買い取って、今までよりもよりハイブのマルチレーベル化をなんか高度化するみたいなさ、なんかちょっとかっこいい言い回しでさ、うん、なんかニュースみたいになっとったけど、うん、まあもっとより自分たちがやりたいようにできるってことだよね、ハイブがね。なるほどね。しかもそのハイブ内でのそのカラーとかもあるから、こういろいろ特色とかをさ、ハイブが好きなように模索しながらできるみたいな感じだもんね。そっかそっか。うん、なんかさ、やっぱ子会社にしてさ、いろんなグループがあるわけだけどさ、そう、やっぱ自分たちで全部やってた方がそりゃあね、いいだろうしね、利益も結局自分たちでね、うん、できるし、還元できるし。そうだね、いろんなところのなんかあれね、調整とか顔色とか伺わずにもう突き進めるもんね。うん、お金あるっていいねお金あるっていいね。どんどん自分のもんにしていく。ハイブどんどん自分のもんにしていくもんね。確かに。まあそうなん、もう強いものをね、いっぱいね、こうやって囲って囲って。もう札束がね、お札、お金って大切やねって思うよね、こういうの聞くとね。いや、そうよ。やっぱできること広がるからね、可能性とかね。そっか。うん、だからなんか、まあ皆さんが多分心配されてるやつで言ったら、まあエナイフになんか影響あるんかみたいな感じだけど、でもこの感じなら、なんかデメリットあんまなさそうな感じするよね。そのもちろん CJ 絡みのなんか制作の何かに携わることは減るかもしれんけど、まあハイブはやっぱ強いからさ、言うても。そうだね。それを上回るものとかも仕事持ってきそうだしね、全然ね。それはそう。でさ、まあ、今回のニュースの件に関して、まあ、ケースタイルとかね、記事とかも公開されてて、まあ、で、ちょっと読み上げていくと、ビリーフラボは2018年9月にハイブと CJ が合同で設立した法人で、まあ、両者はね、共同経営の方針に従って、まあ、ハイブのキムテホがビリーフラボの代表取締役を務め、CJ の人事も取締役会に参加してきたって言ってるね。ねえ、だから、さあ、なんか決めましょうって言ったら、CJ の人もいて、みたいな。うん、なんか、やりづらそうだね。なんかさ、全然円満にやってたと思うけど、いざさ、なんか決めようとしてさ、うわって思うんかね。ゴンギョ。確かに。そのね、ハイブのキムテホがビリフラボの代表だったけど、確かにね、CJ の人事もいっぱいね、やっぱ参加するから。しかもさ、その持ち株がやっぱ CJ の方が多かったわけだから、なんかちょっとさ、うん、影響力強い感じだったよね、きっとね、CJ がね。あー、まあそうだね、ちょっと、なんて言うんだろう、意見っていうかね、やっぱあれは強いかもしれない、立場的にはね。うん。だって、51.5% やっぱそうだね。うん。うん、で、両者はビリーフラボを通じて、K-POP 市場でね、影響力を強化する戦略を進めてきた。で、ボーイズグループ、NIVE のデビューは、ビリーフラボの一番大きな成果で、
マイナイフはね、ミリオンセラーアーティストになり、もう存在感をね、発揮しているって言って。まあ、あとさ、その活動4年目に入ったとも書いてるんだけど、なんかもうさ、4年も経ったんだ、みたいなさ、やばいよね。そっか、2020年デビューだから、0123、そうだね、4年目だね、そうだね。大先輩だよね。そりゃ人気も、なんかすごいことなっとるわ、みたいなね。確かに、確かに。そっか、なんかまだ2年とかそんな感じかと思ったら、もう4年目なんだね。なんでかね、なんかさ、そのもちろん、すごい人気だっていうのも知ってるし、ね、ドームやって、みたいな。なんか知ってるけど、うん、なんかそのメンバー自身がずっとなんかフレッシュな状態な感じもするしね。あ、そうそうそう、わかるわかる、それなんか新人感とかでは言わないんだけど、うん、そうなんかずっとかっこいいよね。いやそれかっこいいんだけど、なんかウィウィシーっていうか、確かにそのフレッシュさみたいな、なんかどっしりともしてるけど、でも全然まだウィウィシーさみたいなのも感じる。そうなんかね、ステージはね、もちろんパフォーマンスとかはもうすごいかっこいいから、そういうところでベテラン感はめちゃくちゃ感じるんだけど、存在自体がフレッシュみたいな、なんかやっぱあれなんかね、そのヴァンパイアってさ、結局ずっと同じ美しさみたいなとこあるやん多分。ああ確かに、不老不死じゃないけど、なんか年取らない、まあなんかすごいいいね、血を吸ってるからみたいなね。そう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 。だからじゃん。そっか、そのコンセプトだからやっぱ。そうなんだ。ずっと美しいよ、きっと。だから。ああ、そうだね。なんか、いいね。てか、実際若いしね。そして。いや、そうそうそう、実際若いんだよね。うん、せやっちゃん。で、ビリフラボの持ち株買収は、ハイブの中長期成長戦略である、マルチレーベル体制の高度化のために行われたって。これ、さっき粉丸見てたの、かっこいいやつだね。うん。だこれをやることにより、その、独自の音楽を披露するレーベルが、それぞれ独立した、権限を行使できるようにすることに焦点を合わせているっていう。だから本当、もっと自由にやりたかったし、もっと俺たちならもっと利益増やせるみたいな、なんかそういう見通しがあるんだろうね、うん、きっとね。そうだね。確かに。なんかさらに加速させていくんだね。うん。でもなんかさ、結局、円満な感じじゃん。なんかさ、よくさ、韓国のエンタメ企業ってよく喧嘩してない？そうそう。まあ確かにそういうイメージあるよね。そうそう。なんかこの、まあ、今もハイブそうなんだっけな。MBC の番組出れないみたいなさ。なんかそういうのはあるはずないよ、まだ。なんか、この事務所はここの番組出れないとかさ。このテレビ局出れないとか。なんかちょいちょいあるじゃん、よく。まあ、CJ 出れない SM みたいな時もあったじゃん、前。ああ、そうだそうだ。うん、今最近ね、出てるけど、仲直りしたのか。なんけ仲直りって。うん、でもなんかそういうのなく、なんか基本的には円満に買収して、で、今後も、なんか発展的な協力関係を継続していくって書いてあるから、だからそう、よかったね、うん。そうだね。これからも共に頑張ってこうね、みたいなね。うんうん。まあだからか、そっか。まあなんか CJ は CJ で、今結構、そのアイランド2も始まって、忙しいみたいな、なんか、あるもんね、うん、ゼベ1もやっぱり今いい感じだし、軌道に乗らせたいだろうし、その CJ が取り扱うアーティストもめちゃくちゃ増えてきたもんね。なんなら。うん。いや、そうだよね。うん。いや、なんなら JO1、INI とかもね、ラポネもそうだしさ。うん、そうだよね。CJ 半分だもんね。そう、ウェイクワンとか、あるけども、うん。うん。で、そう、今やってるさ、今ちょうど放送中のアユネクもさ、アユネクのデビュー組もハイブになるから、そうだね。なんか、ハイブだね。それはそうなん。うん、なんか、ほんと個人的なやつで言ったら、あの施設、まあ、多分エンジンさんはね、あの施設はエナイフンだけのものみたいな、あの、アイランドのね、あの、でっかい施設はね、うん、エナイフンだけのものみたいな気持ちの方も結構多いことも知ってるんだけど、うん、個人的には、あれを使ったやつで見たかったなっていう、あれをもう一回使ったオーディション見たかったなみたいな気持ちはあったものの、うん、ものの、まあ、もしかしたらアイランド2でそのまま、あの、CJ の方でね、やるかもしれんし、まあ、今のアユネクが、まあ、どこまでこう、オーディションで人気出るか分からんけど、まあ、ハイブが結局どんどん力入れてって多分人気させるから、ね。いやー、そうだね。それはそう。うん。うん。すごいきっといいコンセプトでさ、なんかやってくるような気がするよね。そうだね。なんかもう、さ、だって、まず、あゆねくやりますでさ、女の子たちがって公開された時のさ、みんな黒髪ロングで、みたいな。なんかもうさ、明らかなんかそういう感じで来ます、みたいな。そう。そんな感じだから、コンセプトも結構ある程度固まってて、がっつりなんかやっていきそうだもんね。そうだね。やっぱ清純な感じなんかね。なんかそんなイメージはあるよね。ね、爽やかで、白くて、みたいな。うん。そうそう、可憐な感じで、みたいな。
え、だからほんとさ、清純で、白くて、ね、可憐で、で、たまになんかさ、キーングパートでちょっとバトったり、ポジションでちょっとバトったり、みたいな。なんかそういう感じだもんね。そうだね。ちょっとお部屋帰って、なんかちょっと日本語で。ねえ。もうヒヤヒヤするやつだから、それ。ねえ。でも絶対デビューしたら、絶対最高のやつやっちゃう。もう。うん。いや、なんかもうそう。だってもうなんか最初のイメージ映像とかもう最高だもん、やっぱり、コンテンツが歩みの、うん。うん。いや、そうだね、そうだね。だから本当に最初にも、だからさっきも言ったけど、ハイブが作りたいようにできるから、その、作りたいコンセプトの、この、住み分け方とか、なんかすごいうまいことやってくんだろうね、本当にね。いやー、そうだと思う。もう独自のカラーでね、どんどんね。え、てか、なんなら、絶対かわからんけど、なんなら、えなえふんの世界観にちょっと沿わせて、そのストーリーとか、ちょっと絡めてくるような気がせん。あー。だから、えなえふんとエンティームがちょっとなんか、ね、通じるものあるように、えなえふんとアイネクのデビュー組がってことか。うん。えー、じゃ、なんか、やっぱ、血とか、なんか、牙で血、グイーンみたいな。とか、うん、なんかすごいお隣に実は女子校があって、それがアユネクのデビュー組でしたみたいなさ。なんか、はいはいはい。そういうの。それはありそう。ね、なんか、ちょっとだけ世界観被せるみたいなありそうだよね。うん、わかるわかる、そうだね。うん、うまいこと付け足してくるんやっちゃ。ああ、そっか、だから横展開とか横のつながりも感じさせつつ、なんかね、やっぱ一つ一つのコンセプトもはっきりしとって、みたいな。そう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 、うん。もう本当にやっぱハイブのね、コンセプトってやっぱすごいからさ、うん、深みがあるっていうか、ね、その、子会社ごとにやっぱちょっと違うじゃんね。ソースだったらやっぱルセラフィムでかっこよくて強くて、視点心みたいなさ、うん。ね、ニュージーンズはすごいし、ミンヒジンで。ハイブっていつの間にこんな強くなったの？いや、マジで。マジで。気づいたらもうハイブだけでさ、もう楽しいみたいになっとくから。え、だってさ、結局さ、そのアイランドやるあたり、てかアイランドが初めてのハイブのオーディションだったんだよね、多分公開オーディションで。なるほど。そう。で、その時多分まださ、そのノウハウがなかったからか、多分 CJ と一緒にやるみたいな感じだったわけよ。うんうんうん、確かね。なんかそんなニュース、うん、そうだったんよ。だから、そのさ、ほんと4年前のそのアイランドから気づいたら、てかなんならその時ビッヒだったみたいな感じだし、うん、気づいたらハイブになり、ビッヒからハイブになり、気づいたら、ルセラフィム作り、みたいな。ソース買収して、ルセラフィム作り、サクラ入った？え？みたいな感じになって、プレディス入った？え？ってなって、みたいな。そういうやばいよね。ソセブチもいて、もう気づけばね。うん。あ、そうそうそう。あ、てか、なんでアイランドの時の、ほんと、ちょっと前ぐらいにセブチ、プレディス買収したんだわ。そういえば。あー、そうだそうだ、そっか、そのタイミングか。うん。そう、だからセブチ先輩もたまに来とったんよ。アイランドの時に。うんうんうん。懐かしいね。懐かしそうだ、そうだった、そうだった。うん、どんどんもさ、どんどんだから。ねえ、だから、エナイフも本当に、今でもすでにさ、すごいけど、なんかもっと、どうなってくんだろうっていう楽しみがあるよね、プラスの。うん。なんか、より力を入れてくれるのかなみたいな。今も、もちろん力を入れてくれてると思うけど、なんかすごい戦略がもっと練りやすくなるから、うん。うん、さらにすごいことなるんやちゃ。世界的にすごくなるんやちゃ、また。ね、やばいね。楽しみだね。うん。で以上でね、今回は、ハイブがエナイフン所属のビリフラボを完全子会社化したので、そちらのニュースのね、話をしてたんだけど、いや、なんかこうやっていろいろ話していくと、本当になんか、ね、プラスの要素っていうか、なんか楽しみだよね。うん、ね。だしさ、エナイフン自身はさ、その、今もちろんさ、活動しててさ、なんならハートドリームアワーズでね、授賞式もあって、うん、で、本賞受賞して、ね、もちろん披露もあって、ね、ハートドリームアワーズが全然覚えられんくてさ、AOA のさ、ハートアタックみたいなのずっと言っとったんで、雑談でね。そう。真空へーっつってね。そう。パラパラパラパーって言ってたんだから。うるさいよね。そうそうそう。うちは一度言ったらずっとそうだからね。しかも深夜なんすごい。うるさい。そうそう。とかね。そういう活動もありつつ、しかも、やっぱ日本でのさ、そのシングルも発売もあって。そうだ、9月看護するよね。うん。うちら的にはさ、日本語訳ですごい素敵なやつ期待しとるんやけど。確かに。だってうちらの入り口、永遠に恋よ恋よだもんね。そう。日本語バージョン入り口なんだから。そうだよ。あれが最高でナイフをすごい押せるってなったもんね。そうそうそう。すごい特殊な入り口だから、我々。
ほらほらってね。確かに。言うならゲローだから。むしろサンクス、ステーキとかね。ステーキとこ。そう、好きなパート言い合うだけのあれになっとったら。まあだからさ、NFの次の活動が楽しみだよね。そうだね。